中参謀、私はどうしてもあの義援政治を憎むことはできません。 R1 号の爆発のショックであんな恐ろしい宇宙怪獣になったけど、本当は美しい星、イエローに住む平和な生物だったのかもしれません。それは私が同感だ。私も迂闊だった。もっと万全な配慮が必要だった。瀬川委員、超兵器の開発競争だけが地球を防衛する道じゃない。竹中さんも放射能の汚染地域は完全に閉鎖しました。